韓国では平昌オリンピックとパラリンピックの開催に先立ち、2015年飲食店での喫煙を全面的に禁止する法律が施行されました。競技場のあるカンヌン市中心部の焼肉店です。店には禁煙を知らせるステッカーが至る所に貼られています。アルコールは注文できますが、店に灰皿は置かれていません。아손님들반응은어떤가요처음에는굉장히부정적이었고요지금많이변화되고있어요이제그리고제일많이바뀐거는이제애기들이오기가좀편해지긴했어요그전에는고깃집에는애기들이오기가좀불편했거든요휴관자분들이많으십니까예음식점은여러사람들이있어서여자분도있고아이들도있는데거기서그사람들한테이렇게담배연기를피는거는절대좋지않다고생각하니까담배를피지않는것은예의상저는담배냄새가너무싫어가지고절대피우는거는반대입니다店を利用する人たちはおおむね好意的に受け止めていますが、喫煙者は少し肩身の狭い思いをしているようです。韓国の法律では飲食店でタバコを吸うとおよそ1万円の罰金が科されるといいます。宿泊施設や公共の施設での喫煙も同じです。市内にある海辺の観光地で話を聞いてみました。아니이제담배를안피니까담배냄새를맡는게좀이렇게안좋아요사실은개인적으로이렇게좋지가않아요경험자체가그래서친구들이담배를펴도담배를좀나중에펴라이렇게권유하는편이에요네저는금연을했습니다 주변사람한테불편을끼치니까그런법이만들어졌을거아니에요너무많은민원이들어왔으니까그래서이제뭐부탁을드렸을때는그걸하지않았기때문에이제법을만든거예요한국ではなぜここまで厳しい規制を設けることができたのでしょうか。カンヌン市の担当者は喫煙に対する意識の変化が背景にあると言います。그런데결국에는이제담배를피지않게되는환경이됨으로해서간접피해가없어지고또아이들도예전에는담배연기많은곳에엄마아버지들이데리고오지않은상태였는데이런깨끗한환경이되다보니까같이이제이런공공장소나음식점에오게되고사람들도자연많아지게되고이러니까는장사도자연잘되고또경제적으로또수익도많이올릴수있는그런지금상태로지금많이좋아하는형편입니다